はい、音声聞き取れるでしょうか。ちょっと周りにいろんなキャンパーさんいらっしゃるんで、大きな声では言えないので、ちょっとマイク使ってます。こちらのテントがですね、今回、ゼビオさんで9,990円税抜き価格、税込みで1万円ちょっとで買ったホールアースのアースデュラ 2.0 ダブルルーム、違うな。アースデュラダブルルーム 2.0 ですね。こちらのテントになります。で、前回、新幕でキャンプ行ったんですけど、ずーっと一日中雨がずーっと降ってて、ちょっとレビューができなかったんで、今回はこちらのテントのレビューをしていこうかなというふうに思います。外観はこんな感じ。結構ね、大きいです。で、こちら、サイドウォール付きのキャノピーが付いてるんで、これを広げると、結構中もいい感じに広いです。こんな感じですね。ちょっと中も後でお見せしますけど、ちょっとね、こんな感じです。はい。で、逆側回って、こちら側は今、サイドもキャノピーを出してる感じですね。まあ、とりあえず、ちょっと、安いテントだったんで、心配はしてたんですけど、意外と、安い割には、しっかりしたテントですね。こんな感じ。後ろはこんな感じになります、はい。結構ね、本当に大きいテントです、これ。で、このポールがいくつかあって、黄色いポールと青いポール。で、こちらは黄色と青のポールっていう風になってるんですけど、これが間違えないようにスリーブの色で、これは黄色と青なんで、黄色と青のポールですよ。で、ここは黄色なんで、黄色いポールが入りますよ。で、同じく、ここは青なので、青のポールが入りますっていう形になってるので、基本的にポールを入れ間違えたりとかっていうことはほぼほぼないとは思います。うん。で、ですね。付属しているのは、よいしょ。このサイドウォール付きキャノピー用のポール。これは付属で付いてます。あとのものはついてないので、この辺のサイドのキャノピーのポールだったり、あとタープの方につけてる、こういうポールとかは、自前で買ったやつですね。で、今このテントに、ちょうどこのタープを連結させてるような形で、かなり広い感じにはなってます。外観はこんな感じ。で、これ、SC って言って、なんか、スコーロンっていう名前の防虫剤を使ったテントがあるらしいんですけど、これはちょっとまた色が、茶色っぽい色になるのかな。これは特に防虫剤とか、防虫テントとかではないので、ノーマルはこの色だそうです。で、一応このスカートもしっかりついてますんで、まあ冬でも、特に寒くなく、入るのではないかなというふうに思います。で、ここに、ベンチレーターが2つ、向こう側にも付いてるので、こちらは一応インナーテントがある側になりますけど、この2つで、一応、なんて言うんだろう、空気の循環というか、風を取り入れることはできるような感じになってますね。で、この一番上の、このポールがクロスしてる一番高い部分は2メーターあるんで、
意外と私も180以上ありますけど、あそこの真ん中の部分は全然余裕で立つことができます。はい、そうしましたら、中に入ってみました。こちらが今入り口のサイドウォールのキャノピーのとこですね。ちょっとキャンプ中なので生活感があって申し訳ないんですが、ここが、さっき言った一番高い高さ2メーターあるとこですね。で、もう、フックありますんで、ランタンとかですね、この辺。よいしょ。この辺にランタンもかければ、まあ、こんな感じで。ランタン販売も立てます。で、こちらは今、閉じてる状態ですが、こちらと同じように。で、今これ網戸です。網戸なんですけど、もう一丁ここ開けると、よっ。これで、外も出られるようになってます。ちょっと虫がいるので、閉めちゃいますね。何ですか？よいしょ。よいしょ。よいという感じ。結構こうやって見るとひどくないですか？ね。こうやってまた棚を置いたり、ハンギングラックを置いてみたり、真ん中にテーブルボンと置いても、そんなに邪魔にはならないですし。まあ、どっちかサイドを潰すようにはなるけど、横にも荷物は置けるかなと。こんな感じになってます。で、こちらは、インナーテントですね。インナーテントがまたこれ結構広くてですね。で、インナーテントはこれ、吊り下げです。これ。フックで。で、こっち赤。赤が赤。で、奥が見えるかな。青が、青っていう感じで、色分けがちゃんとなってるので、とりあえず向きも間違えることなく引っ掛けられるかな。ただこのフックが多いので、1個ついてないじゃん。で、よいしょ。1、2、3、4、5、6、8、9。あ、ここもついてない。よいしょ、こんな感じで、で、数が結構多いのでつけるのはめんどくさいですけど、まあしっかりと吊り下げられるような形にはなっているので、まあ問題はないかなとは思います。で、四隅はですね、この四隅と向こうの隅と、あと奥もペグの方に引っ掛けるような形になっているので、下も動きません。で、こちらも今扉があって、まあ、しっかりと全部閉められるし、網戸にもできます。後ろもそうですね。今半分網戸にしてありますけど、そういう感じでいけます。で、今これ、こいつが、キャプテンスタックのエアベッド、セミダブルぐらいの大きさなんですけど、それを置いても、もうこんだけ余裕があります。ちょっとテーブルを置いて、座椅子を置いて、まあちょっとのんびりすることもできるかな。それでこんだけ余裕ありますので、インナーにこもって、なんかちょっと、おやつ食べるとか、一杯飲むとか、そんなのも全然できちゃうんですよね。意外と、しっかりしてます。一応、インナーは、ここにマークがついてますね。オールアース。さっきも言ったかな？これ一応オールアースっていうところのメーカーさんから出してる、アースデュラ 2.0 ダブルルーム。違うな。アースデュラダブルルーム 2.0 か。っていうテントになります。それではですね。ちょっとこれはって思った点、これ見てわかりますか？これ、
内側なんですけど、結露がすごいんですよ。もう。あともう、結露がすごくてですね。もう本当にあ、ごめんなさい、ちょっと。結露がすごくて、本当にこの、湿気が溜まるというか、これは本当に、唯一の欠点かなっていうふうに思います。まあもちろんテントって、基本的に結露が出たりするもんなんですけど、ちょっと、結露は気になってます。そう、インナーテントの中もそうですね。インナーテントの中もかなりの湿気がありますので、ちょっとね、これは、ね、キャンプ中日とかだったら全然いいですけど、撤収するときとかなんかは、なんかパッパしてからじゃないとダメなのかなとかいうふうに思います。ただまあ、日中天気が良ければ、この辺の結論も多分解消はされると思うので、そんなに深刻な問題ではないと思いますが、ちょっと私的に気になった部分。あと今ここは普通に土間になってますけど、この辺もなんて言うんでしょう、バスタブ型のグランドシートっていうんですかね。角がこう立ち上がってるようなやつを引いて、まあちょっと座敷スタイルにして、冬なんかはそこでおこもりするっていうのでも、楽しいかもしれませんね。うん、まあ、とりあえず、総括として言うならば、9,990 円で買ったテントとしては全然ありなんじゃないかなというふうに思います。スカートあるんでね、今からのこの冬の時期なんかはいいかもしれないです。はい、こんな感じです。はい、ちなみになんですけど、さっきのサイドウォール、こんな感じで、丸めて、普通の跳ね上げという形にもできます。向こう側は今、サイドボールはしたままですが、ですね。こっち側は今、取ればこういう感じでちょっと開放的な感じにもなります。で、こちらの入り口の網ですね。これも丸めておくことができるので、非常にいいのではないかな、というふうに思います。これはこれで開放的でいいですね。うん、こんな感じでしょうか。あともう一つ欠点がありまして、インナーテント側のこちらですね。インナーテント側のこのジャックを今開けてみるとわかるんですが、よいしょ、じゃあ、網がないんですよ。インナーにはメッシュがついてるんで、いいんですけど、こちらは、ちょっと網戸がないので、まあ、この隙間から虫が入っちゃうかな、っていう感じがします。これちょっと残念な点ですかね。やっぱり、いいテントとかになると、コールマンさんとか、小川さんとかもね、なんかその辺もしっかり、できてるんですけど、まあさすがにお値段はお値段なので問題ないです。ただ、こちらのテント、実は定価は9万いくらするんですよね。約10万円ぐらいします。まあこれ 88% オフで買ったので、ほぼほぼタダみたいなもんだったんですけど、まあ言ってしまえば定価では買わないかなっていう感じですね。基本的には、これ、スポーツゼリオさんとかで、提携してるのかよくわかんないんですけど、このフォールアースさんっていうのは、ゼリオさんでよく売ってます。で、大体このテントも、基本的には、2万いくらとか、2万とか3万とか、そのくらいで流通してるかなっていう感じはします、ね。防虫テントになると4万円とかなんだかちょっとわかんないんですけど、ただまあ今回は、これ、長期在庫の未開封未使用品だったので、まあ、88% オフっていう形で、9,990 円で買いました。
結構ラッキーでしたね、これは。あ、あと、もう一個追加。これ、このベルトはあるんですけど、ここはたわまないように、このピンと貼るベルト。それにも、ここに、こう、ちょっとデイジーチェーンっぽく、色になってるんで、ここにランタン引っ掛けることもできます。ちょっと、ランタン。よいしょ。ここに、こう、あ、S 字フックないと無理だけど、こんな感じでここにこう取り付けることもできますので、この辺も非常に便利なんじゃないかな、というふうに思います。はい。まあ、ちょっと日が出てきたので、多分結露も解消されるかな、と思います。はい。相方さんは今一生懸命、巻きと格闘してます。はい、で、この椅子なんですけど、ちょっと撮りましょうかね。はい、はい。これがですね、うちの相方さんが愛してやまない、ハイランダーの、クライマックスローチェアという椅子。平時、本名知らなかったでしょ？はい。で、これ、そう、リラックスチェアという、リラチェと呼んでますが、これがですね、なかなかの人気で、楽天でしたっけね。楽天ではもうずーっと売り切れ、売り切れということで、で、一応ローチェアなんですけど、まあハイバックになってて、あとリクライニングできます。ここに爪があるので、こうやって上げて、よいしょ、じゃあこれで、こう。これが一番倒れた状態ですね。うん。これが一番倒れた。どうしたの？ああ、一個ずつ上げてくれてるのね。ああ、なるほど。4段階かな。うん、4段階でこうやって。で、こちらが、楽天で、8000円ぐらい？7980円。で、実際これ私たち買ったのは、お店で買ったんですけど、その時も同じ値段でした。うん、こんな感じで折りたたむ感じ。で、これ、お店に行ったときに、うちの相方さんがペッと座って、そこから動けなくなったっていう伝説の椅子なんで、もうなんか、買わないといけないみたいな雰囲気だったんで、買いました。で、まだこれ実は1個しかないので、本当は2つ欲しいんですけど、まだちょっと買えないので、もうちょっとお小遣いが入ったら買おうかなというふうに思ってます。はい、以上です。あ、ネジ一回緩んで外れちゃったので、それはまあまあつけましたけど、緩んだ箇所は、ここですね、ここです。はい、ここのネジが取れました。一回緩んじゃって。でもこれ前回締めたので大丈夫。そう。そうなんです。まあ一応は、まあ、この辺のネジを気をつけておいた方がいいかなっていう感じですね。はい、以上です。はい、で今このクライマックスローチェアの袋がですね、じゃあちょっと広げてもらって、はい、ああそう、そんな、こんな感じの袋になります。まあちょっとダサいですけど、トートバッグみたいな感じ。でも、これなんか、取っ手がバビロンビロンってなっちゃってますけど、まあ、これもかなり使い込んでますので、これは。一応、ここに、マジックテープをですね、これは、後から付けまして、ペロッと付くようにしてます。はい、こんな感じですね。はい、そう、そんな感じで持っていけると。だまあ、これが収納の大きさになるんで、まあまあ、大きいっちゃ大きいです。こういう椅子なんかはね、結構簡単にピュッて細長くなるんだけど、これはそういうタイプではないので、その辺はちょっとどうかなっていう感じ。で、続いて、ついでなので、でこちらの丸テーブルが、ですね、DOD さんの、ワンポールテント用の丸テーブル。前からずーっと欲しかったんだけど、なかなか、お値段もいい感じ、1万円以上するような、1万2000円ぐらいかな、するものだったんで、
あの本来私たちあの DOD のワンポールテントの一番大きいやつをあの主なテントとして使っているので、それ用として一つ買いました。でこれはあのセカンドストリートで中古品なんですけど、6000円ぐらいで、いいのが見つかったんで、これも迷わず即決で買わせていただきました。はい、続いてこちら。こちらはあのハンギングラックですが、噂のダイソー、全部ダイソーです。ダイソーのハンギングラックと、これ、天板と、あとこの下の、このメッシュになってるこのカゴ。全部でいくらでしたっけ？これがやっぱ770円か500円。500円だったかな。ちょっと覚えてない。いろんなタイプがあって、こう2個とか3個入りで売ってて、まあ、おすすめはこの回転。くるくるっと回るやつだよね。で、下のこのネットは、あといろんなものが置けるので、ちょっとごちゃごちゃでごめんなさいなんですけど、まあね、ちょっとこの調味料とかを置いてもらって置いたりとか、そんなこともできるし。今、コップを置いたり。これもね、まともにハンギングラックで買うと、本当に3000円、4000円とか、1万円するのもあるので、それで納められれば全然いいかなと思っています。はい。あと、続いてなんで、こちらの棚なんですけど、これが、アイリス大山さんの、なんて言うんだろうね、テーブル台。ちょっとわかんないけど、焚き火台なのかな？うん、テーブル台じゃ一緒か。カニペーパーみたいなもんだよね。これは、アイリス大山さんから出ているやつで、これ 4つで1つのセットになって、で今ここに2つ使ってて、今こっちのハロウィンの飾りを置いてるのに使ってて、なおかつここにこうザルとか調味料を置くのに使ってます。ごちゃごちゃですが。で、これも、まともに買うとおいくらなんでしたかね。もうちょっと忘れちゃいましたけど、相変わらず私どもは、中古品大好きなので、こちらもセカンドストリートで、いくらで買ったんでしたっけ？ 2980円。爆安で買いました。はい。そんな感じ。これはこれでとっても使い方、これ重ねても使えるし、ちょろっとね、別個で使うこともできるので、ちょっとね、重たいんですけどね。こんな感じでーす。はい。うん。お、まあ、ほこりをはたく。うん。結構前に買ったやつ。あれ、いつ、あれ、いつ書いたの？お前、さっき見なかったの。うん。で、それは、あ、そうやってね、ポンポン、ポンポンするのに。そうだね、主にはね、うん、そんなものでも使ってます。どうしてもね、最後はほこりはたいたり、春とかは花粉とかがいっぱいくっつくので。あ、ほんと？これがね、なぜかね、どこどこびっちりなんですよ。ほんとだ。あ、ほんとだ。違う、これね、違うな。なんかここに置いてなかった？ああいうクーラーボックスとか。すごい水になってるよ、これ。いや、でもここだけだよ。緊急事態発生です。緊急事態発生です。いや、全然。もうそこだけかもしれない。こっちは何ともなってないです、下は。うん。で、このブランドシートがまたとっても優れものでですね、安くて強くて、非常に助かってます。あ、ちょっと立ちくらみだ。これ、アマゾンのやつ。うん。
そんなにお値段も高くないので。はい。で、こちらゴミ箱です。これ。あの、ムニムニューってなるやつ。なんかね。で、一応この中に、これついてるんで、まあ、広げて2種類、燃えるもの、燃えないものとか分けて、やることもできます。このゴミ箱いくらだったっけ？うん。780円。うん。全部、2000円ぐらいですね、これ。これなかなか、ちゃんと自立するんで、しまうときは、こう、バネでね、こうギュッと押してしまえるので、いいと思います。で、ワンタッチでね。はい、あの、これ今、燻製作ってるんですけど、燻製も、あの、なんかいろいろあるじゃないですか。なんか、燻製、あの、メスティング使ってとか、ダッチオーブン使って、みたいなことやってるんですけど、自分たちがやってるのは、基本的にもうこれ蓋はモールです。モールにこの磁石の取ってくっつけて、で、この下の網。網の上に今これポテチやってるんで、ポテチが乗っかってるんですけど、で、下、これちょっと外します。下はこの、これですね。スモークウッド入れてるだけなので、これ非常に簡単ですので、これでスモークできちゃいます。なんか何千円もして、なんかいや、家具よりは、これでやっとくとか楽かなって、うちでは、こんな感じで燻製作ってます。